燕市分水児童館ドラムは児童館、子育て支援センター、児童クラブの3つの役割、活動を行う施設です。異年齢の子どもたちが同じ場所で入り乱れて遊ぶことっていうのはとても大事なことだなっていうふうに思ってます。お互いに譲り合ったり気遣ったり、それから危険を察知しながら遊ばなきゃいけないっていうことになります。子どもたちが普段悩んでいること、困っていることを素直に出せるように、まず信頼関係を結ぶことを一番大事にしています。そのために挨拶はお友達の始まりなので、どの人が入ってきても、どの方がいらしても元気に挨拶をすること、笑顔に勝る化粧なしをモットーに、とにかくこちらから話しかけて子どもたちの心の中の声を聞くように、子どもたちが話せるような雰囲気作りっていうのを大事にしてます。毎日の生活の中にここに来ることがもうリズムのように来てくれる方が多いので、子どもの成長そのものをお家の方と一緒に見ていくことでできています。ですから、その成長のお家の人とは違った目で見て、気づいたこととか困ったことですとかを一緒に考えたり相談に乗ったり、お家の方もそれから小学生も中学生も多いです。今までできなかったことが他のお友達がやってるのを見て自分もやろうっていう向上心が生まれたりだとか、おもちゃの貸し借りとかをやっぱり貸してとか、どうぞありがとう挨拶をちゃんとやっぱり進んでできるようになりました。何回か触れ合っていくうちにやっちゃいけないことがやっぱりだんだん分かってくるので、まあ小さい子もそうですけど、大きい子たちもいろいろ勉強してくれて、ちっちゃい子がいるから危ない遊びはここでやらないでおこうねだとか言ってくださるので、すごく助かってます。情報交換とかはやっぱりすごくさせてもらってますね。連絡先を交換してご飯会だったりだとか、ここ以外にも交流はさせてもらってます。 3.11 があって以来、利用者の方たちから私たちにも何かできないかしらっていう声が上がりました。手作りの人たちに子どもができるものを教えていただいたりしながら、喜んで作って、あ、僕のも売れたとか私のも売れたって喜んでくれてます。社会貢献事業っていうのをこの目的の中にあるんですけれども、自分たちでこれも役に立ってるよねっていう声が出てくるようになってますね。児童館、子育て支援センター、児童クラブと様々な活動を通して、乳幼児からお年寄りまで関わり合える施設ドラム、子どもたちがより良い環境で育つよう地域全体で子どもたちの成長を見守っていきます。